加賀屋の加賀です。今ですね、今日は流行っています、ズーム飲みをやりたいなと思って、今、いろんな人にお声かけしてるんですけれども。お疲れおはようござ様いまです。す。お疲れ様です。よろしくお願いします。すごい。よろしくお願いします。あ、ふわちゃん。ふわちゃんさん、よろしくお願いします。おはようございます。すごい、おもろい。加賀屋のかやです。よろしくお願いしよろましくお願いす。します。フワちゃん意外とね、お笑い詳しいもんな。一番もしかしたらお笑い好きかもしれないような、フワちゃんが。僕、上司はね、持ってますよ。なあ、それ。うそ、フワちゃんのやつ、ファンブック。出た。普通にファンなんで。え、加賀屋って後輩なの？後輩ですよ。何年目？僕らは、この4月、違うか、この、今年の8月で、6? 6? 6になりました。あ、はい、上田さん。おじさん来た。突然上田さんが。ボスのおじさん。お疲れ様です。お疲れ様です。トフィーの上田です。なんか上田さんのこの画面の感じ、なんか電車男で見た気がするな。イエーイって言ってる時。上田さん、すいません、乾杯してなかったですね。乾杯してないですね。乾杯してください。これで全員揃いましたので、改めまして飲み会楽しみましょう。乾杯、乾杯、乾杯。せっかく仲良くなりたいなというメンバーが集まったので、ちょっと、今抱えている悩みをガチで相談して、ちょっと解決しませんかっていう。おー、ちょっとずつね、ちょっとずつなんですけれども、なんかそういう話ができたら、ちょっと打っとけるんじゃないかなと思いまして。いいですね。なんか似てそう、うん、悩みが、全員。はい、ちょっと、でも、一個だけ、ちょっとごめんなさい。一個だけ気になってて、ずっと。はいはい。なんか、フワちゃんさんだけで明るくないですか、なんか。確かに。画面が明るい。ニューヨークのヒルみたいな。正面だった。本格的やった。YouTuber やからめちゃくちゃ本格的じゃないですか。本当 YouTuber 最高。どこ初めて見た。僕も一応照明用意してる。照明、何その。読書灯やめて。読書灯、枕の横のやつじゃん。怖い。何なの。長い長い。怒んないで。怖い、くだり、長い長い。怒んないでください。ふわちゃん、怒んないでください。なんかさ、かやってさ、タンポポの川村さんに似てるような。髪型だけだろ。髪型だけだろっていうのも失礼ですけど。初めて。しかしなんで。初めて言われましたよ。言い出しっぺなんで、僕から言うんですけども。うん。マジで、食レポ苦手なんですよ。いや、むずいですよね。ああ、そうか、そうか。食レポ。わかる。学生行きつけのお店とか、量がすごいことで有名というか、ところで行ったりしたら、もう量がすごいの見てわかるじゃないですか。うん、でも食べても、多いですねって言っちゃうというか。多いですね、やばいな。多いですね。多いですねは見たらわかるもんね。なんか、一応でも今日なんかちょっとおつまみを持ってるんで、こういうのどうかなみたいなのを、アーモンドなんですけど。はいはい。お決まりのパターンみたいなことかな。うん、あるとね、強いよ、うん。これ食べて、うん。うん。これ、おかんは作れないですね。絶対良くない。でも、個人だとむずいですけど、コンビトリオで言うと、うん、うちだとやっぱ岡部が、うんうん、もう顔でいけるんですよ。確かに。おいしそうに食べるもんな。顔がもうめっちゃうまいみたいな。もうそれだけでいいんだ。なるほど。そうなんですよね。なるほど、なるほど。そういうので言うと、3時の
ヒロインも、ゆめっちとか、はいはい、そうね、ゆめっちとかかなでちゃんはもう、食べてるだけで美味しそうに見えるから、うん、確かにで私が食べてるところってあんま映ってないのが、うん、なんかあの、顎歪んでるんですよ、私。あの歪んでるから食べた時になんか美味しくなく見えるっていうか、ちょっと咀嚼のね顎をちょっと注目してもらっていいですか、今から咀嚼するんで、咀嚼、うん、うん、あ、本当だ。まさかなんかこう左だけでしか噛んでない。回ってるんです、顎が。そうそうそう。このせいでなんか私が食べても美味しくなく見えるんですよね。なんか美味しいのに。それがコンプレックスです、私は。なるほど。草食動物っぽい回転が。そうなんですね。草食の回転してるから。目開くっていうのはいいんですかね。あ、いいですね。でも美味しそうですよ。うん。ああ、いいですね。あ、肩上げていいですね。いいですね。これでいきましょう。ああ、いいじゃん、加賀くんも。おいしい目だおいしい目だったのか。加賀くんも装飾やな。そうよ。野田さん、食レポすることってあります？ごめん、何？ふわちゃん、食レポすることあるのかなと思って。得意そう。YouTube の企画で食レポすることがあって。ああ、なるほど。やっぱその一緒にいるやつに怒られる、そのハンバーガーを一口食べてまず一言目は美味しいって言わなきゃいけないのに、うん、私それ食べて、うん、タムネギ多いって言ったの。一緒やもん、科学の。確かにな。うちもなんか相方は美味しそうに食べるけど、食レポはやっぱ天然やから、ゆめちとかのステーキを食べて、うん、臭くないとか言ったりするんだ。臭い前提やねみたいな。バカなんですよね。コメントはちょっとうまくないんですよね。福田さんは何か悩みとかありますか？はい、悩みありますよ、いっぱい。第7世代で結構こう、はい、もてはやされてる感じはあるんですけど、はい、やっぱ先輩方と比べてこう圧倒的に弱いのって相方とのチームワークな気がするんですよ、なんか。なるほど。収録とかで、まあ、自分が滑ったりとか相方が滑ったりした時のこのカバーっていうのはどうしてんのかなと思って、みんな。はあ、なるほど。ああ、難しいですよね。難しい。この間ジャンポケさんとご一緒した時にもうね、すごかったのよ、チームワークが。この人が滑ってもこの人が拾うとか、なんかすごくて、そのゆめっちとかなでが、他の芸人から、お前どう思ってんだこれについてって言われたときに、もう固まっちゃったの。もう。そしたら、福田さんがここから、なんだかかんだかなんだかって言って、かなでがそのまま言うっていう。サンバキッチョスタイル。身内ががっつり見えてるっていう。これありなんだって思って、めっちゃ。私なんか、仕込んでるボケとかも一応あって、でもそれが発動せへんなってなった時にこう肘でね、引くみたいな時があって、なんか私なんか、ね、ケツアンドとも2番みたいななってるみたいな。この音なんでだろう。